今回はちょっとルーパーっていうものについて解説しようか、使い方を含めて、まあ、ちょっと説明しようかなと思うんですけど。ルーパーっていうのは、簡単に言えば、すごく簡単に言えば、録音した音源をずっと繰り返すという。まあ、でも音源っていうと、カラオケの音源とか意味するかもしれないですけど、すごく短いフレーズを録音して繰り返すという。録音してループさせるだけだったら別にコードをひたすら弾いてりゃいいだけの話なんですけど、これが違うんですよね。何かっていうと、これに重ねていけるっていう。ギターっていうのは結局一つの音だけじゃないんですよ、出る音。コードとか単音だけ。だけじゃなくて、叩けばドラムみたいに。こうやっていろんな音が鳴ったりするという。これがギターって思います。ということは、これ重ねていくことによっていろんな音を作って、さらにマイクでコーラスなんか入れるという。まあ、こいつらを使ってですね、曲を1曲どん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 作っていっちゃうという。これで実際のエド・シーランという方のですね、You Need Me, I Don't Need You という曲。これルーパーを使う、いや、ルーペダルを使って、演奏されます。実際にこの足元の映像、こいつどんどん使っていこうかなと思うんですけど。今回分かりやすいように、2番っていうこのトラックを使っていきます。ここのボタンを、レコーディングボタンを押してやると、録音開始します。もう一回押すと、録音をしながら、さっき録音した音源をひたすら繰り返すと、まあ実際にやってみてるのを見れば分かりやすいんですけど。ということでやっていきましょう。You need me, mama, don't need you.